お話ししてんの、くーちゃん、お外のこと。ガラス語わかんの、くー。わかんの？ラビも？ラビさ、はしぼそだからさ、ぶとこわかんないんじゃない？くーちゃん。キャラちゃんかなメルちゃんかな。クイちゃんもお返事してあげれば。ちょっと雨なんだよね。グーグー、昨日のうちに保護してよかったね。今日お天気曇り予報だったんだけど、すごい雨降ってきちゃった。今ちょっと弱くなったけど、なんかずっといるね。なんて言ってんの、グー。ラビちゃん、また足だけ水浴びしてんの？ラビちゃんはね、赤ちゃんの子だね。でも知ってた？カラスの赤ちゃんってさ、そうやって泣かないんだよ。知らなかった。炭治郎だね。ラビー。向かいちゃん、こっち向いたの。逆光なんだよね。まだいるね。くーちゃん、飛べるの？って言ってるのかもよ。ここね、ハシボソさんの縄張りだったのにね、あの子たちが乱入してきたんだよね。で、ボソさん夫婦追いやられちゃったんだよな。もう各地で、やっぱりハシボソ減ってるみたいですね。ブトの住処が少なくなってきて、ボソさんの縄張りに侵入してきてるから、結果的にボソさんたちが追いやられてるみたい。実際ここもハシボソの縄張りだったのに、ハシボソのね、欲しい夫婦がいたんだよね。なくなっちゃったね。あの子たちね、ハヤブサとかを2人で夫婦で協力してやっつけるぐらい頼もしい子たちだったんだけど、ここにね、ヘビとか野良猫が来るとね、カーカー教えてくれたりとかね。あのね、キャラちゃん、メルちゃんが来てからね、追いやられちゃったんだよな。あのブトさんはこのね、前の駐車場の軽トラに止めてあった車の荷台からキャラメルコーンを盗んだので、夫婦揃って、なのでキャラちゃんとメルちゃんって名前がついてます。なんか話聞いてるね、あいつ。ピンとこなんか急に合わなかった。くーちゃん、ズームからのくーちゃんトップ。ね、寒いから閉めようかね。